研究学園都市は、研究機関と大学とが立地する都市。日本の都市の場合、次の意味がある。中華人民共和国の場合、馬公営ほか、案、オーバービューオンザドメスティックリサーチオブザユニバーシティ、タウンの和訳、我が国における、研究学園都市研究の外観によると、研究学園都市という区域形態が最初に、出現したのは、先進国都市、例えば著名なところで、 イギリスのケンブリッジやオックスフォード、日本の筑波研究学園都市、イタリアのボローニャ及びアメリカのボストンなどを挙げている。そして20世紀末以来、高等教育システムの改革や入学定止枠の拡大に伴い、中国の各地で研究学園都市設置ブームが巻き起こっていること、そして教育大辞典によれば、研究学園都市とは大学を取り込んで建設され、 人口5から10万人から構成されるコミュニティのこととし、大学生に良好な学習環境と利便性の良い飲食、宿泊、交通手段などを提供し、高等教育機関に生存、発展のための適切で十分な物質的精神的リソースを提供すると定義されているとしている。また、研究学園都市は、単なる何校かの大学の単純な物理的な 集まりではなく、総合的で戦略的なリソースの組み合わせを通じて、周囲の都市やコミュニティと一体となってできた都市形態の一つとした上で、中国における研究学園都市は諸外国のそれとは発展のモデルの上では大きく異なっている都市。中国に限って言えば厳密な意味での研究学園都市は大学を主体とし、高等教育の発展に立脚し、リソースの共有。 機能の産業界、大学、研究開発の一体化を主要な目標とし、都市の管理とサービスシステムに依存し、ハイテク産業の研究開発と育成を主導し、社会の産業構造の改善を推進して、科学技術の革新と持続的発展が可能な一種の、教育、研究、サービス、生産、居住、旅行レジャーなどの諸機能を融合した総合型都市化の、 コミュニティとなるべきであるとしている。ありがとうございます。